はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけでね、今回もベイブレードバーストやっていきたいと思います。まあ、今回はタイトルにある通り、まあ、サムネに出てると思いますが、早速開封していきたいと思います。最初に一応言っておきます。私は今現在、インフルエンザです。はい、みんなが知っているインフルエンザ。そうですね。はい。まあ、いつもとちょっと声のトーンが違うと思うんですけど、人生で初めてちょっとインフルエンザになりまして、めっちゃ辛いんだよね。うん。まあ、一応そんなことはさておき、ちょっとお見苦しいね、喋り方になると思いますけれども、まあ、ご了承ください。まあ、とりあえずね、出た順から出していきたいと思います。まあ、最初回して出たのがこの緑色のカプセルで、こっから出てきたのが緑色のネプチューンだね。こちらが出ました。はい、緑色のネプチューン。ベースジェムちょっと汚いけど許してね。よし、これもね、なかなかね、もう見てわかると思うんだけど、すっごいクリアで綺麗なんだよね。多分今までのネプチューンの中で一番綺麗な色だと思うんだよね。透き通ってて僕は好きですね。で、次に出たのが青色のカプセル。こちらが、おー、これまたいいですね。これちょっと愛用してこうかな俺青色好きだからね。はい、青色のユニコーンですね。これもまた青色がとても濃い感じの深い青の色をしていて、でもやっぱりクリアパースなので、透けているっていう感じのいいレイヤーとなっております。まあ、ロックの硬さ後々見ていきましょう。次に出たのが赤色のカプセル。おっと、今のところかぶりなしだぞと、今のところかぶりなしだぞと、赤いデッサイザーですね。はい、あれだね、みんなのくじの赤いデッサイザーよりかは劣りますけど、結構これも濃くなってて、赤色がね、あー、ちょっと喋りづらい失礼。うん、はあ、つらで、なんだろう、今回ね、多分ね、全部のレイヤーがね、色濃くなってると思うんだよね。で、次ポンとうとうダブった。はい、緑色のネプチューンですね。まあ、綺麗なんでね、これは多分、僕の実況じゃないや、ベイブレード動画に出てくる弟のカズキに、多分渡っていくと思います。はい、そしてね、サムネにある通り一番最後に出たのがじゃん、こちらですね。はい、いやー、よかったよかった。合計 1,2,3,4,5 5回回して出ました。うん、まあ、ここがユグドラシエルだったらもう一回もやり直さずにコンプだったんだけどね。で、今回ね、まあ、ちょっと今これ開封してくんだけど、もうパッと見でわかるんだけど、このミノボロスめっちゃでかいんだよ、他のレイヤーと比べても。でかいんだよね、やたら。うん。なんかインパクトがあるもん。ちょっと待った。一回比べてみようか。一回こやつを開けて比べてみよう。よいしょ。これね。わかりますかね、すっぽりネプチューンが隠れてしまうというこの大きさ、結構ねインパクトはありますね。で、あとちょっと僕思ったんだけど、この頃ね、僕のベイブレードバーストのね、戦いの動画見てくれてる方ならわかると思うんですけど、結構リアルバーストこの頃頻繁に起きてまして、で、ちょっと僕から言わせると、このレイヤー多分すぐに
ここの角の部分、リアルバーストすると思います。ここバギッといきますね、多分。いや、てか確実にいくと思います。で、もう一つ言いたいのが、このミノボロスね、ここのね、なんか口みたいなのあるじゃないですか。これがやたらなんか、ごめん、ちょっと正直に言うね、ダサいダサいなと思って。だってここなかったらめっちゃかっこいいじゃん。ここなかったらめっちゃかっこよくない？ね、かっこいいじゃんね。かっこいいけど、なんかここがあることによって、なんか鼻の下を伸ばした、なんかマスクかぶったただの変態のおじさんみたいなね。俺これをさ、あのイラストにして描いてみたんだ、みんなに分かりやすく、この変態具合を。ほら見て、この変態な顔ね、これこうだよねこれこうだよね。俺ちょっとガサツで、ちょっと10秒足らずくらいで描いたんだけどさ、ね、なんかアクション仮面が女の子の、なんかね、スカートめくれた時の女の子のパンツを見ちゃった時のアクション仮面の顔みたいなね、もうそっくりじゃない、もうそっくりだよねまあそんなことはさておき、じゃあとりあえずね、じゃあ全部適当、いや全部、うーん、ま、いやいや、こいつだけでいっか。いや、でも回ってるところも見たいだろうか。待ってな、頑張る、インフルエンザのボクシング頑張る。そう、チンポコ、うん、チンじゃねえ、チンって言っちゃない、チンじゃねえな、ねあ、そうだ、インポだ、インポ、インポコネンザ、インポコネンザ、うん、インポコネンザの僕が今ちょっとインポコネンザにかかってるんですよ、僕。はい、ちょっと重症よいしょ。いや、こいつほんと綺麗だな、めっちゃ綺麗。ちょっと待ってね、今カスタマイズする。さあ今カスタマイズするぜ、出てこい俺のベイブレードたち。さあ、てどうしようよいしょ。で、緑は完成。赤は完成。こいつはいっか。で、こいつだな、問題。ちょっとガチで、あ、じゃあこいつはこの頃有名なスターセイバーのカスタマイズそのまま受け継ぎましょうか。これで、え、ロック買った、うわうわ、おお、俺が、いや待って、これドライガーよりロック硬くないか。ちょっとドライガーと戦わせてみようよ。見ようよってなんだよ。ちょっと待ってね。とりあえずじゃあ、よいしょ。まず赤いデスサイザー。みんな回ってるところ見たいっしょ。ミドリサイザー強えな。あれ、ノーロックで2ロック。こいつロック軽いな。あー、やっぱり4ロック目はないですね。うん、よいしょ。次青色のやつね。超綺麗だな。じゃあネプチューン、めっちゃ後出ししたからな。3ロックノーロックやっぱネプチューンって強いよね
じゃあ早速ちょっとこいつ回してみようか。おー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 、色かっけー。てかあんま暴れねえねえ。今俺なんて言った。あ、喉つらい。インフルエンザマジでつらい。あれだからね、40度出たからね俺。でちょっとあまりにも体が動かないからさ、別に歩けたら自分で病院行くんだけどさ、歩く気力も元気も力も出なかったからさ、あの電話でさ衛生兵呼んでさ、うん、救急車で運ばれて行ったよね。衛生兵っつって、衛生兵はいないかっつって、あ今から行きます、住所教えてくださいって言われて、おーみたいな。ちょっと戦わせっか。やっぱこいつ暴れる方がいいな。スターセイバーはスターセイバーじゃないかな。でもロックはすっごい硬いですね。なんか今の俺の言い方なんかすごいやらしかった。なんかすっごいだって、すんごいだって。仕方ないじゃん、すんごい顔してんだから。これだぜ、ほらもう似てるじゃん、めっちゃ俺うまくない。ね、ちょっと待ってね、変重心でいこう。変重心と暴れるやつ、暴れるやつこれでしょ。マジで硬えな、ロック硬すぎ。これでいいでしょ。で相手はドライガー、壊せるかな。いきます、3、2、1、ゴーシュ。あー惜しい。でもこれ逆に結構安定するんで、なんか持久とか防御、おおいいアタックかけるな。やっぱドライガーは無理か。ノーロックかよ。あ、じゃあちょっとうちのスターセイバーとやってみましょう。スピンフィニッシュ。え、ワンロックでノーロック。何あちびにゃあちびあれ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 おうあれ、どこに出たいだろうお前も。あれほらこっちこっちそうそうそう、痛めた。あーよし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 、いい子だ、よく来たなお前は。どうこいつ、どう思うねえ、どう思うこいつ、マジでやばい顔してないこれ。ねえ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 、なんで見てくんない、なんでこっち見てくんないの。ねえ、そんほら、おーおーおおおうん、おちびがもっとスリスリしてあげて、この変態に。おーし、よかったなミノ、これで君もおちびに認められた僕の家族だ。はい、じゃあどいて、はいどいてどいて、貴様にベイシュートぶん投げるぞこの野郎。ねえねえ、もうミノにスリスリするの分かった分かった、もういい、君の出番はもうない、もういい、こいつを追い出すには、こいつを追い出すには、ほら回すぞほら、よしよしよし、いい子だ。3、2、1、ゴーシュ。ちょっとおちび、俺のあぐらの上に乗ってこられる、ちょっと困る。おちびがあぐらの上に乗ってるから打ちにくかったんだよ、言い訳言って、言い訳。オッケー、よし、ちゃんと決めたいな。
ってか相手が悪いかな。もうひっちゃかめっちゃか。あーらら、いって、お前痛えな。さすがデスサイザー。待って、いいとこ見れちゃう。ちょい待って、普通に、じゃあバルドゥールでいいや。バルドゥールが相手ならみんな文句ないでしょ。スリー・ツー・ワン・ゴー・シュン。うるさい。今のは僕のシュートミスですよね、すいません。いや、バルドゥールね、この頃ね、覚醒しちゃったんすよ、ここ。もう暴れるわ暴れるわね。スリー・ツー・ワン・ゴー・シュン。おおおおおおい、返り討ちじゃないか。こいつね、アタッカーというより多分意外と持久か防御の方がいいかもしれません。おすすめのカスタマイズあれば皆さん教えてください。それではね、次回もお楽しみにしていてください。じゃあねっ。